アイドル日本をご覧の皆様こんにちは、浅川奈々です。私は今 DVD の撮影でバリに来ています。バリです。私人生初のバリ、そして人生初の DVD の撮影でいろいろ初めて尽くしなんですけれども、食べ物がですね何より美味しくて、ミーゴレンっていう食べ物がもう気に入ってしまいまして、撮影終わりとか朝昼晩ミーゴレンで過ごしていたりだとか、すごく充実して、過ごさせていただいてるんですけれども、衣装の方も可愛くて、でバリで私すごい憧れというかだったのが、バリのなんかなんていうの、海と街とみたいなところで撮影するみたいなのがすごい憧れでもあったので、それができたっていうのはすごい嬉しくて楽しかったなって思いますし、1日目の撮影の時にですね、犬猫赤ちゃんっていうこの3大可愛いが揃ってたことがすごい個人的に嬉しくて、犬猫赤ちゃん私っていうことでね、4大可愛い、すいませんちょっと黙るんですけど、本当に初めて尽くしの撮影なんですけれども、すごく楽しく撮影させていただいているので、私自身も完成が楽しみですし、見ていただく方にも楽しんでいただける内容になってるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上、浅川奈々でした。撮影中一番印象に残ったことは、1日目の撮影の時に壁にカエルがへばりついてたこと。カエルが壁にいて、トカゲとかヤモリとかいるの分かるじゃないですか。でもカエルがへばりついてて、私カエルが苦手なんですけど、うわカエルいるわって思ってその過ごしてて、でいつの間にかいなくなってたカエルに油断して椅子に座ったら横からカエルがまた出てきて腰を抜かしたっていうのは、割と自分の中で印象に残ったことかなと思います。苦労したこと、一番苦労したことは、なんかすごい楽しくやらせていただいてるのであんまり浮かばないんですけど、強いて言うなら道路がすごいガタガタで、ジェットコースターみたいな気分でもずっとガン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 ってなってて、その中私ずっと寝てたんですけど、そういう環境だったからかジェットコースターに乗ってる夢を見て何度もヘイってなって起きたのが苦労したかなって。撮影自体はすごい楽しくスムーズにやらせていただいてるので、そこかなと、道路かなと思います。最近ハマってることはですね、なんだろう、でも私香り物が好きなんですよ。香り物がすごく好きで、香水とかディフューザーとかそういうものを集めるのがすごく好きで、その流れでコスメとかそういう、なんだろう、女の子として生まれたことに対して、生まれてよかったなと思えるものを集めるのがすごい好きですね。寝る時の格好は全然普通です。普通に冬だとモコモコのパジャマ着たりするし、夏だと夏用のモコモコのパジャマ着たりそういうの着ると女子、なんか女の子だなって勝手に自己満足するので、あとはでも普通に T シャツ短パンで寝ることもあるし、 T シャツだけで寝ることもあるし、気分です。つい行ってしまう癖ないかもしれない、特に私あんま意識してないので。でも笑い方は気持ち悪いって言われます。なんか引き笑いって言われます。癖ではないかもしれないけど。理想の告白のシチュエーションは、もう私少女漫画が大好きなので、もう本当数えきれないほどあるんですよ。本当にもう私もう想像の中ではもうたくさんあるので、もういろんなプランニングがあるんですけど、なんだろうな、でも普通でいいです。王道に私はもう今高校を卒業っていう形で、もう18歳もう終わり19歳っていう感じなんですけど、学生のうちにされたかったなっていうのは、帰り道に一緒に帰ってて、一緒に公園に寄って
でブランコに座るんです。でブランコ2人で漕いでたら、ふと俺お前のこと好きだわみたいな、っていうのは理想だったんですけど、まあそうですね、学生生活12年間何もなかったです。デートで行ってみたいところは観覧車。私あれなんですよ、高いとこダメなんですけど、高いとこと暗いとこダメなんですけど、観覧車とお化け屋敷に行きたいっていうこの王道なやつなんですけど、もう何より観覧車のあの一番上に行った時の、あのよくあるじゃないですか、一番上でキスするみたいな、それを私はじゃあ一番上だねって言って待ってるんですけど、やってくれなくて、ふーって思ってたら降りる直前にみたいな。あーいいですね、もうそういう妄想はたくさんあるんで聞いてくださいもっと。スーパーガールズとしての一番の思い出はやっぱりずっとスーパーガールズの研究生のようなグループで活動してたので、メジャーデビューをしてなかったんですけど、花道アンビシャスっていうシングルでメジャーデビューをした時が、なんかこれといってメジャーデビューみたいな感じではなかったんですけど、まあ、自分の中ではそれがすごい印象に残ってるかなって思います。今後挑戦してみたいお仕事は、今すごい演技のお仕事やらせていただいててすごく楽しくて、今後もやっていきたいなと思ってるんですけど、先日まで舞台をやらせていただいてて、舞台ってすごい楽しいなっていう風に思ったので、舞台とかミュージカルとかそういう方もやってみたいなっていう風に思いますし、私自身アニメとかが好きなので声のお仕事とかもやってみたいなっていう風に思いますし、なんか興味のあることをすごいいろいろチャレンジしていけたらいいなっていう風に思ってます。はい、ご覧いただきありがとうございます。改めまして浅川奈々です。バリで初めての DVD 撮影ということでですね、いろんな本当に初めてのバリ、初めての DVD っていうことで、初めて尽くしなんですけれども、すごい 私らしく自然体なそんな作品になってると思いますので、皆さんぜひ楽しみに見ていただけたらなというふうに思いますし、一家に3台ぐらいかな、保存用、鑑賞用、あと布教用で3本ぐらい、お家にねお迎えしてあげていただくと浅川奈々は喜びますので、皆さんぜひ、ね、ネットでもいいですし、お店でもいいですし、購入していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。Hehehe